ごきげんよう、タコボンドです。やっぱ家の中で害虫とか虫がうじゃうじゃ出たら怖いんで、このゲームを使ってそういったものを駆除しようと思います。よし、やっていこう。さあ、設定画面に入りました。なんかトイストーリーで出てきそうな緑のなんかいろんなのあるけど、さらに下の方を見てみると、まあ、人だけではなく乗り物もあるみたいですね。戦車とかいろいろ種類がめちゃくちゃあるな。まあ、飛行系の乗り物も、飛行機も結構ある。さらに対戦相手の害虫がここですね。これを見ると、アリ、カ、ゴキブリとかいるな。結構いろんなの、こっちも種類が結構ある。まだまだ下の方をスクロールしても結構いる。まあいろいろいるんで設定していこうと思います。お、部屋になってきた。これが今回のマップかな。で、この緑のところにここに兵士を並べると、こういった感じでやっていくのか。よーし、じゃ並べていこう。で、こっちのバズーカ兵もどんどん並べていこう。これ無限に置けるわけじゃなくて、なんかポイントが減ってるな。バトルポイントが減ってるぞ。だからそれを見ながら設置していこう。これとか結構減るんじゃない、バトルポイント。置きまくることはできないな、これだと。よし、飛行系も置いていこう。よし、これでとりあえず始めていこう。だいぶ設置はできたかな。あれ、なんかカウントされてる。これはなんだ？まあ、いや、とりあえず、こういった感じです。移動ができるんで、移動していこう。多分、この緑の基地が破壊されたら負けると思うんで、ここら辺を警備させとけばいいんじゃないかな。そして、こいつにさらに乗り込むことができる。よーし、これで、なんとか、害虫を駆除しよう。多分この残り30秒の時間が切れたら害虫がやってくると思うんだよね。よし、頑張ろうな。ヒロシ、タケシも頑張ろう。松本もやろうな。よし、やっていこう。さあ、おお、こいつなんだ、バズーカ構えてる。頑張ってくれよ、山田。さあ、始まる。3、2、1、さあ始まるぞ。何が来るんだ、一体何が来るって言うんだ。何も来ないぞ。時間切れたけど何も来ない。あれ、これ何が来るの。見えるのは巨大な椅子、タンスや、お、なんか来てる、なんか、やばいやばい、害虫が来た、害虫来た。なんだこれ、一気に気づきでしょ。待て待て、蜂もいる、蜂もいる、やばいやばい、戦争だ。なんだこの戦争。よし、倒したな、蜂倒したぞ、なんとか。うわ、バッタもいる、バッタも、やばい、昆虫大戦争が始まった。倒していこう、いるぞ、なんとか倒してる。さあ、これはすごいことになってるな。うわ、なんか燃えてる、結構強そう。うわ、でも、うわ、やばい、空が、空っていうか空中がやばいことになってる。湧き出すぎでしょう。これ大丈夫か、山田、いけ。あれも結構いるな。なんでこんな、なんでこんな来るんだよ、一気に虫が。おかしいでしょ。おお、燃えてる燃えてる、あれ強そう。やばい、雲はやばいぞ、やばいやばい、なんか食らった、やばい、食らった、毒になってる。これは死ぬぞ、やばい、蜂が強いな。やばい、もう虫が結構来てる、来てるよ、虫が結構。うわ、やばいやばい、助けて、これは、これはやばいって。あれ、なんか死んだか、湧きすぎでしょこれは。とりあえずこいつに乗ってみよう。さあ、消毒の時間だ。うわ、でも結構湧いてる。あれ、倒されたか。もう体力もなかったか、あの戦車。うわ、なんでこんな、
湧いてんの。お、まだこれ、これならいける。いけいけ。行くんだ。やばい、この体力もない。この戦車の体力もないけど。うわぁ。終わったぁ。虫多すぎた。さすがにこれは勝てないよ。さあ、次の戦いやっていこう。とりあえず設定で、今度はバトルポイント結構上げられたんで、1万ポイントからやっていこうと思います。これで多分置きまくれるんで、置きまくっていこう。よし、まずはこの小さい兵を、いけいけ。いいぞいいぞ。これは、結構軍隊ができるぞ。よし、このロボットも置いていこう。おお、来た来た来た。これは強いんじゃないか？さすがに害虫も無双できそうだけど。戦車も余裕でどんどん置けるね。おしょし、全種類置いていこう。これでかいな、この戦車。よし、これで大体設置できたんで、スタートしていこう。さあ、始まった。80数秒後に虫がやってくる。これをなんとか基地の周りに埋め尽くそう。よし、こっちだ。なんとかこの家を助けてあげよう。害虫から。そろそろ始まるんで乗り込んでいこう。こいつに乗り込むか。うわ、結構タンスの下まで警備してる。素晴らしい部隊だな。タンスの下とかゴキブリいそうだからね。ちょっと待って、こっち乗ってみよう。このロボットどういった感じなんだろう。お、撃てる撃てる。これは強そう。あれ、なんだこれ、なんか操作がおかしいぞ。行きたい方向に行けないんだけど。これ操作難しい、やめよう。こっちの方にいる、この手前の方で。やばい、もう始まってる。来た来た来た。害虫が飛んでる飛んでる。なんとか撃っていこう、倒していこう。この部屋を守ろう。行け。うお、目の前にバッタが飛んでる。いろいろ飛んでる。虫、虫が来た。なんだこの世界、やばいぞ。いろんな虫が飛んでる。なんか覗ける、こうやって。よし、ちょっとキャラ変えてみよう。他にこのでかいのはどうなんだろう。こいつは、あれ、なにこれ、視点がおかしいんだけど。これちょっとやめよう。よし、やっぱりこっちだ。この戦車でやっていこう。いよいよこれが結構強いんじゃない。よしよし。でもそもそもなんだけど、なんでこんな虫が湧いてんの、この家に。外にも餌はたくさんあると思うんだけど、なんでこの家に湧いてんだろう、こんな。倒していこう。なんとか。うわぁ。でもこれだったら余裕で、なんか、倒してってるね。もうちょっと攻めていくか。今回は結構ポイントもあって、数も、こっちの数も多いから、虫はさっきのようには攻めてこ来てない。まあでもここまで来ると結構いるな。やばいやばい。うわぁ、なんだこれ。なんで、こんな湧きすぎる。よし、ちょっと乗り換えてみよう。こいつに。よりスリリングな退治をしていこう。さあ、倒していくよ。こいつで。うわぁ、激しいな、ここは。いるいる、バッタいる。バッタも倒して。よし、こいつでもう奥まで攻めていこう。どこまで突き進めるか。わ、もう空中から湧いてるな。やばい、ゴキブリ。なんだこれ。ゴキブリなのか、よくわからないけど。よし、倒してる、倒してる。こいつの武器はショットガンかな。だとしたら結構いいぞ。よしよし、この短距離で倒していこう。うわ。うわ、ゴキブリ。いろんな種類いるな、ゴキブリも。うおー。どうなってるんだ。なんとしても湧いてる部分を突き止めよう。どこで
どっからこんな湧いてるのか。おい、うわー、突き止めるぞ。うわー、なんだこれ、なんか戻れみたいなこと言われてるんだけど。よし、クモも、いいねいいね。でも案外ダメージ食らわないぞ、ここまで突き進んでも。これは結構いいんじゃないか。うわ、結構でも来たんじゃない。うわー、いるな、めちゃくちゃいるな。でもここら辺で湧いてる、湧いてる部分が見えてきた。これはどうなってるんだ、まったく行列が絶えない。うわわ、湧いてる湧いてる、ゴキブリが湧いてる。いろ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 種類いるんだね、虫も。こうやってよく見ると、うわ、でもそろそろやばい、ダメージ食らったな少し。このなんか黒い扉から湧き出てるな。ここを塞げばなんとかなると思うんだけど。よし、撃っていこう、ここで撃っていこう、撃っていこう、倒していこう。素早いな、やっぱり。でもゴキブリはここからこの先に行けない。うお、アリだ、アリを倒して、アリくらいなら。よし、倒した。うわ、なんだこれ、地獄絵図、うん、価格ついてるぞ。とりあえずキャラ変えてみよう。あれ、後ろの方全然戦ってないぞ。ちょっと後ろの方の部隊を手前に持っていこう。これでなんか飛行機が出せる。あ、これで出せるのか。戦いが始まって何も飛んでないと思ったけど、これで出せるんだね。おお、こういった感じで操作が難しい。反転してるぞ、いろいろと。やばい、やめようやめよう。よーし、危なかった。あれ、でもいつの間になんか虫が消えてる。あ、もう全部倒したか、いつの間に。もうだいぶ、おお、倒してる倒してる。完全に絶滅したぞ。やったー、倒せた。空中戦も見たかったけど。お、勝てた、やった。この試合はどうやら勝てましたね。ポイントが結構あった。まだあり余るほどポイントが、バトルポイントあるんで、余裕で勝った感じですね。まだまだ虫とか兵隊とか使ってないのもいるんで、次回もやっていこうと思います。では終わります。さよなら。